番でございます。ということで、はい、この袈裟絞りを、氷を入れてそのまま、このカンタロフ君で缶しました。どうだろう、50度ぐらいになったんかな。50度ぐらいにはなっとるか。45度から55度ぐらい、度数を下げて缶をしたと。まあ、これが商品としては、17度の、生原酒、純米吟醸生原酒を、どうなんでしょう、15度ぐらいになったんかな。この生酒のあったかい香りが、この鼻に抜けるこの何とも言えない香り、スキッと氷を入れて冷たいまんま飲んだ時よりも、缶した時の方が酸味が出てきて、こうなんか食べながら飲む酒には合いそうな、として飲む酒としては良さそうな気がします。やっぱりこの生酒のあったけえ鼻に抜けていく香り、これがいいんだけど、あっさりした感じ、しっかり味があるんだけど、なんかあっさり すっきりした感じ、よくちょっと酸味の効いた味わいはいいです。はい、皆さんもやってみてください。生酒あんまり鼻の香りの、いろんなリンゴだメロンだジュースだ、あのなんか果物系の香りの生酒はあんまりやめた方がいいかなと思うんですけど、そういう香りのない普通のオーソドックスな生酒を缶して飲んでみるのにはいいかと思います。やってみてください。以上、サブイトサビ店晩酌一期一会でした。